在の道路交通情報をお知らせします。はじめに上信越道を長野方面へ向かわれる方にお知らせします。藤岡インターの先4キロポスト付近に人が侵入したとの情報があります。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方に通行止めの情報です。雪のため229キロポスト付近の小千谷インターから北陸道中野島見附インターまでの区間で、また長岡ジャンクションから北陸道柿崎インターまでの区間で通行止めにそれぞれなっています。ハイウェイラジオ関越道前橋よりお伝えしました。